はいどうも、なおちんです。さあ今日もドラクエ10オフラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ、全キャラクター仲間になりまして、レベル上げやっていきました。そうしたところ、今、だいたい50ですね。最大レベルは52となってます。で、ダストンを抜いて、ラグアスを入れてみました。とりあえず、このね、パーティーで行ってみようかなと思います。まあ、レベルがね、前回よりも10ぐらい上がってるし、いけるんじゃないかな。ダストンのね、まあ、デバフとかは結構有効なんだけども、まあ、一度、このパーティーで、やってみたいと思います。今日はベリナードクエストです。多分、カニは余裕で倒せるでしょう。まあ、問題はオーディス王子がすぐ死なないか。意外と HP 高いぞ。いい感じのテンションになってますね。必殺はまだもったいない。まあ、いつも通りシャインスコールとかでいきましょう。シャインスコールで291か。結構硬い。結構硬いぞ。となるとビリバリ、ああ効く。雷か。雷が属性か。はい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 。雷を下げるのは何だったっけ。あ、地割れか。下がるかな。バイキ入れた方がいい。いや違うな。でもバイキの方が確実か。バイキルトが確実だよね。オッケーオッケー。ビリバリとファイヤーバードでなんとかいきましょうか。で、暗黒の霧。どんな攻撃してくるか。あ、スクルト。なるほど。あー、ロストアタックとか俺持ってないんだよね、まだ。ロストアタック持ってないんだ。下がれ。下がらんか。あ、ファイヤー、バーニングバードだ。どんぐらいいくっけ。あ効くよ。めちゃくちゃ効くじゃん。し、次で、打っていけるからね。ちょっと待って、地割れいってみるか。特に、ないもんな。ビリバリは、なんかバイキはあんまり関係ないみたいなので、地割れでちょっと、属性を下げよう。無理か。無理だな。守りの霧はいらない。ベストスマイルも使わなくていい。あ、聖なの祈りしとけ。嘘、もったいな。まあ、でもまあまあ1回攻撃だしね。こいつ1回だったらいいや。余裕で勝てそう。はい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 。ビリバリ。でもなかなか属性が下がってくれないね。意外とタフなんだな。雷属性がね、下がってくれれば、だいぶダメージも与えれるんだけども、キラポンいらんよね。いらんわな。何するか。まあ普通に攻撃していった方が早いな。いけ。呪文は結構、おいってあぶねえ。でも1回攻撃だから全然対応できる。1回攻撃は全然余裕よ。じゃあめちゃめちゃ強い。むちゃくちゃ強い。カニは余裕だった。カニは全然余裕で当てます。もう一体だな。バサグランデだっけ。ここはボス。そこだけちょっと気になるけども、まあまあまあとりあえずこのまま行ってみましょう。楽勝。やっぱりね、バサグランデでしたね。テンションはちょっと微妙な感じだけども、いいか、とりあえず行きましょう。どれぐらいダメージ入るかな。バーニングの方が入るよね。320、まあそんなもんか。ビリバリでとりあえず下げていかないとね、体勢を。ルカニがなんか欲しいな。でもルカニないんだな。あー、ちょっと待って、これ息吐いてきたっけ。吐いてきたような気もするな。一応追い風入れとこうか、一回。わからん、忘れた。あ、メギストリスの祝福あるね。でもまあとりあえず最初は暗黒の霧で下げましょう。あー、2回攻撃ね、もちろんね。はい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 。これ攻撃食らった後に痛恨もらうと死ぬやつだね。またそのタイプか。でもまあ、いやでも HP 上がったとしても2回攻撃食らうとやられるんだよな多分。まあ回復だわな。無限で防御も上げときましょう。祝福は次でいいね。とりあえず暗黒の霧を入れ続けよう。いやでも食らうな、おい食らうな。結構ダメージでかいぞ。でもまあレベルがね50って結構上がってるんで耐えれる、全然耐えれる。これならまあまあいけるわ。フーラでまず回復、癒しの風ぐらい、いや違う、いや、うん、いや癒しで良さそう。うんでこっちでメギストリスだ。でどうこれで、よし、やば、おおナイス。こいつ息吐かないね多分息吐かないかもしれない。祝福が入ってるとビリバリブレード使いやすいんだよね。でこいつもね耐性が下がってくれない。やっぱそういうタイプの敵なんでしょうね。バイキ入れるか、入れたが良さそうね。ダメージがちょっとは違ってくるんで、バイキ重要ね。難しいところ。キラポン入れる？入れよっか。キラポン入れていきましょうか。よし、いいね。あー切れた。まあいいや。ピオリン、まあそんなに意味はないだろうけどいいよ、いけ。下がらない。どんぐらいいく？おーいいね。ヒューザと合わせて1ターンで1000以上ダメージを与えていけるのでいい感じだね。どうするか。フーラは攻撃に回らない方が多分いいんだよな。かといって眠りもしないだろうし、呪文も、いや呪文使うか？なんか使うような気もするね。いいや攻撃しろ。271、まあぼちぼちっていうところで暗黒の霧。おお、おたけび結構多いね。でも全然効いてないから大丈夫。じゃあいけ、問題なく倒せそう。本当に問題は次か。ああドルワームとあそこぐらい神ハルムイのとこ難しかったっけ。あんまり難しいイメージはないんだけどね。いけ、もうとりあえずもうガシガシいこう。いいかな。いけ。今体勢下がってるから。やばっ、マジで。ちょっとヒューザ動けなくなった。そうか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 。でもまあ大丈夫っしょ。いいね、いいダメージ、めちゃくちゃいいダメージ。ツッコミでいけたっけ。いやいや、もったいないな、もったいないな。スクールと切れそうだから、MP まだ大丈夫ね。無限を入れとけ。さっきの攻撃はあれ呪文だよね。呪文か。キラポン入れときたいね。あれが来るっていうならば主人公に入れとこう。はい、光の波動出た。これがきついんだね、こいつは。なるほど。いや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 、これ痺れてる時間長いな。結構長いぞ。でもまあまあまあ言うほどねえか。うん、大丈夫そうね。どんどん攻撃していこう。ベホマラ。危ねえ、痛恨来たら死んでた気がする。危ない。よし、オッケーオッケーオッケー。いいよいいよ。倒せるし、そろそろ。うんうん、もうちょいもうちょい。あと 25%。 いけ。もうちょいだ。でフーラもね、回復に回るとちょっともったいないんで攻撃しときましょう。500、いいダメージでラグアスで、回復を入れてと。十分回復するでしょ。うん。何、うそ、やばい。あ、おー、マジか。そういうことある、そういうことあるか。でも立て直しはでき、あ、ちょっと待って、あ、いいや。世界中の歯がある。でラグアスで、ああ、これは回復量アップを入れとった方がよかったな。まあいいか、いけ。よし、効くな。主人公狙ってくるね。危ねえな。やられたらそれで終わりだからね。主人公狙ってくる。いや、いや、でも大したことない。うん、レベルちょっと上げすぎたな。余裕でした。はい、ということで今日はベリナードクエスト、行ってみました。ちょっとレベル上げすぎたね。全然余裕でいけました。でも通行受けてたら、さすがにやられてた気もする。うん。で、装備がね、まだ店売りなのよ、基本的に。店売り装備なので、装備をちょっと強化していきたいなと思います。そうするとまた強くなるしね。うん。まあ、主人公をレベル56までして、カジノで売ってる装備、うん、あれを作っていこうかな。あ、そしたらだいぶ違うでしょう。まあ、それをやってから次のクエストやっていきたいと思います。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。